第36海兵航空兵隊支援隊は、アメリカ海兵隊の航空兵隊支援部隊である。ブレードランナーの愛称を持つ、この支援隊は、現在、沖縄県普天間海兵隊航空基地に駐屯し、第36海兵航空軍と第1海兵航空団の指揮を受けている。航空兵隊支援に関する指導要領を示し、軍長に代わって、 海兵航空軍の冷化部隊に対し所要の指示を行うとともに、海兵隊航空団支援飛行隊、海兵航空管制隊及び海兵航空団モバイルキャリブレーション施設の支援に関し、海軍の資金提供を受けた兵坦支援を行う。上記の任務を達成するため、以下の4つの施策を行っている。支援隊は1952年6月に、 カリフォルニア州タスティン海兵隊航空基地において、第36司令部付け隊として総対され、太平洋航空艦隊海兵部隊第36、海兵航空軍に配属された。1954年2月15日、第36司令部及び整備支援隊に部隊名が変更された。1965年8月、ベトナム共和国のライに展開し、 第一海兵航空団の指揮下に入った。1965年9月から1969年11月の間、ベトナム戦争に参加し、チュライ基盤地域及び不売戦闘基盤を支援基盤として作戦を遂行した。1969年11月に沖縄県普天間海兵隊航空基地に基盤を移した。1988年10月1日、 第36海兵航空兵団支援隊に名称が変更された。1991年のフィリピンでのファイアリビジル作戦、1992年12月から1993年5月までのソマリアでのレストアホープ作戦、1999年9月から11月、及び2000年に1月の東ティモールでのスタビライズ作戦にそれぞれ参加した。 2007年1月、マルズ -36 は、その派遣隊を HMM-262 に配属させ、イラクに展開して、イラクの自由作戦を支援した。マルズ -36 の海兵隊員及び、海軍兵員たちは、例年、数多くの地域活動に参加している。沖縄の老人ホームの清掃から、海岸のゴミ拾いに至るまで、様々な活動を実施している。 参加者の大部分は若い海兵隊員と海軍兵員であり、自らの余暇を割いて活動を行い、地域社会の改善と日本との強固な関係の構築に貢献している。ありがとうございます。